俺の未来をつかむためには過去を変える必要が。どうしても倒さなければならない奴がいるんだ。俺があの椅子に座るために。俺は次回作の主役が奴になるという情報を入手した。タイムワープしてこの時代に来たのは、俺を主役の座から追いやった奴を消し去るため。そう、ビッグボスが存在しなければ奴もまた存在しない。さあ、ここで何をしている？部屋で待っていたんだぞ。なんだお前。綺麗な体だな、無垢な子供のよう。やめろ。やだそれをやってはダメだ。未来が変わってしまう。タイムパラドックスだ。この傷を見るがいい。タイムパラドックス。ここはどこだ。立花がここに来たと聞いて来てみれば、コソ泥がいたとは。
大丈夫か？ああ、本当に？ああ、すまない。これを。気をつけろ。スネーク！乗って！任務に戻る。暗殺は失敗に終わったが、ソリッドスネークの抹消をまだ諦めたわけではない。俺には秘策があった。ボス、やはり殺しておくべきだった。ジャック、過去に干渉することはできないの。私たちが変えることができるのは未来。未来で頑張りなさい。未来？しかし MGS4 は5があるんじゃないの。